はい、こんばんはです。いよいよですね、明日2月11日土曜日、PS カップ、公式記録会がね、行われますね。第27期というふうにね、言ってるんですけど、あの第27回 PS カップ本大会はですね、今年の7月に行われるわけなんですけど、まあそういうことでね、27回本大会を目指す戦いということで第27期と、こんな感じで言ってますが、まあ言ってみればね、去年の本大会終わってからもう第27期っていうのはもうスタートしてるわけなんですけど、大げさに言うのはね、まあでもなんだかんだ言って、年明け一発目のですね、公式記録会が始まるとですね、まあ今年も始まったなっていう、感じになりますね。ということで、まあ明日とりあえずどんなことになるのか分かんないですが、とりあえずいつも通りちょっと練習したいと思います。今日もブルーザイから一周回ってみたいと思います。さあ果たしてどんな感じでしょうか。じゃあ行きましょう。スタンバイレディーゴー。試合前っぽいっすね。うまくかかってりゃいいんだけどな、70点。あれ、なんか今テープがなくなったっぽいことになったけど、大丈夫ですね。感じ。ちょっと。はい、ちょっと着弾見ていきます。なんとかライン上が多いですが、50点で済んでます。続いて第2ターゲットいきたいと思います。はい、じゃあいきましょう。スタンバイレディーゴー。やっちゃったー。
動揺してる。怖いな、明日。さあ、終わりました。そうね。時間ですよ。一応触ってはいるんだな。はい、こんな感じです。これがね、あーってやつ。動揺してる。で、最後まあなんとかギリギリ40じゃない96の 2X?2468 と96の 3X かということでした。まあなんとか済みましたね、これでね。いやー、どうでしょうか明日。さあ続いて、まあプレートいきましょう。はい、ではプレートに行きましょうか。やかな。さあ、どんなことなんですかね、明日のプレートは。この倒れ方とかじゃなくてね、打った感じのね、
プレートスタンバイレディね、それでも、はい、さあとりあえずなんとか52点でしたね。13枚、なんかねやっぱ公式前の日になると口数も減ってきますよね、これね。さあ最後シルエット頑張っていきましょう。はい、ではシルエットに参りましょうか。ここまで8点4点12点落としてですね。さあ果たして何点になるでしょうかね。シルエット競技はね2分間で5発ですね。じゃあ行きましょう。なんかちょっとね試合はいって感じしてんだよな今日。行ってみましょう。スタンバイレディーゴー。今8メートルですね。続いて9メートルいこうと思います。はぁ、トカトって感じ。さーて7メートル30秒前で、最後6メートルやってきます。おぉ、いやー満車できた。時間ですよ。はい、では最後プロンに行きましょう。さて、こんな感じでしょうかね。さあじゃあ行ってみましょうか。はい、シルエットプロン競技になります。スタンバイレディーゴい, い, いやー5秒遅いね、いつもより。続いて9メートル打ちます。
ああ、しかも外した。いやー、時間使いすぎ。2発ですね。30秒前です。やばいね、完全にね。よいしょ。はい、とりあえず終わりましたね。時間ですよ。はい、よいしょ。プロなんかもですね、プロもどの競技もそうなんですけど、1分経過と1分30秒経過言ってくれるんですけど、それ以外にも時間、知りたくなったらジャッジの方に聞いても大丈夫です。ただプロの時ね、ジャッジの方も低い姿勢で聞いてくれてはいるんですけど、どうしても寝てるじゃないですか。だからちょっと聞こえない場合あるんでね、何秒ですかって声がちょっと大きめに声出した方がいいかもしれないですね。さて、終わりましたね、一日が。よっ、35点ですか。シルエット35点ってことは20の15 183点の 4X ということになりましたね。合ってるかな。5 8 13 17、そうですね。はい、ということで、一応こんな感じで書かせてもらいましたけど、さあ、いよいよ明日から、明日が公式記録会ですね。皆さん本当ね、自己ベストを目指して頑張っていただきたいなと思います。で、飲み会もありますんでね、よかったら参加してください。ということで、今日はここら辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さん明日頑張りましょう。